ね、農業体験もね、私が大体今農家じゃないんですけど、子供の頃はね、下以来あんまりしたことがなかったり、実際にね、ピーマンとか、キュウリ、ナスを見ていいなと思って、実際にミニトマトをね、できて出てるのをそのまま食べたら非常に甘くてね、美味しかったです。昨日、一昨日かね、ここに来る前に荷物で、確か夜ね、星がよく見えるんじゃなかろうかと言った時に、まあ、ここのね、ご主人さんが、星が見えるという話をしたんで、あら、なんかちょっと心が潰したかなと思ってね、実際には天の川が見えてね、あ、これは天の川かなという感じで、非常に良かったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。9ヶ月前にね、頸椎のヘルニアで手術してですね、手も足も動かない状態で、それで3ヶ月ほど病院に入院して、外来で今年の7月まで、通ってね、もう一応、日常生活ができるぐらいということで、もその外来の方終了し、まあご縁があって木内さんにちょうどいいタイミングでね、あとまあ2割3割程度はまだ回復してない分があったんで、それを昨日と今日と治療してもらって、非常になんかこう、だんだん良くなってきたような気がして、とった大変ありがとうと思っています。ありがとうございます。植物の主人の方が主に施術してほしいなって思ってこちらに来たんですけど、私もちょっと悪いなとか、全くないわけではなかったので、それ施術受けて感動っていうか、お話聞きながら、こういう2日目に今日になって初めてその道っていうか、それの過程で痛みが起こったりとか、そういう過程でそういうのがあるんですよって聞いて、なんか逆に、いい方向に向かってるんだなって実感しました。それで今後また2、3日がまた楽しみで、過ごしていきたいと思います。はい、私もあまり料理得意な方じゃないので、もう一つ一つ、食事しながら作っていただいたお母さんに作り方をとか材料とかを聞きながら、なんか帰って一度作ってみたいなっていう料理がたくさんあったので、ちょっと実践してみたいと思います。もう行くまではなんか転んでちょっと危なっかしいようなことが起こりそうな、なんか転ばないといいなと思いながらも、なんかドキドキしながらそこまでたどり着いたんですけど、行ってみるともう本当圧巻で、来てよかったなってつくづく思いました。そしてそこで食事もさせてもらって、本当こんなことなかなか体験できないなっていうことをいっぱい体験させてもらって、もう食事も朝ごはんあんなに食べたことないのに、もうすごい量を食べてびっくりしてます。はい、よかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。お気をつけて。機内園に。機内園。